ダイワスカーレット。ダイワスカーレットは、日本の元競争場、繁殖品馬である。2007年の大歌賞、秋歌賞、エリザベス女王杯、2008年の有馬記念に勝利している。同世代のウォッカと、熾烈な争いを繰り広げ、共に、品馬ながら、G1 級のボバとも、五角以上に渡りあった。 デビュー戦から引退まで12戦発祥2着4回と、すべての出走レースで連帯を果たした。デビューから引退までの12戦連続連帯は、JRA 所属の品馬としては、最多記録となっている。最多記録は19戦連帯の新山。馬名の由来は、冠名、大和、スカーレットは、映画、風と共にサリーヌのヒロインであるスカーレットをおらに、ちなんでいるとされている。 デビューは2006年11月19日、京都競馬場、第5競争の新馬戦、芝2000メートル。陣営は竹豊に起乗を依頼したが、戦役があったために安藤勝美が起乗することとなった。レースでは、先行作からほぼ馬なりで解消を収め、安藤勝美は以後全レースで起乗することになる。なお同日のメインレースのマイルチャンピオンシップでは、 ハン・アニの大和メジャーが優勝、兄弟同日勝利を上げ話題になった。続く、中京2歳ステークスでは同じ苦戦工作から、同じアグネスタキオン3区の評判場、アドマイアオーラの追撃を余裕を残して封じ、デビューに連勝を飾った。年明け初戦の新山記念では、ボバ相手に強い内容で連勝してきた実績を、変われて一番人気に支持されるものの、 ややかかり気味にレースを進めた上に、終始、アドマイアオーラのマークを受け、直線では同馬に刺されて2着となり初黒星を喫した。続く、大ョートライアルのチューリップ賞では、前年の2歳女王ウォッカと対戦。スタートよく花を切り、直線では、本番のライバルになるであろうウォッカの瞬発力を測るため、あえて仕掛けを遅らせて後方から刺してくるウオッカに、 真っ向勝負を望むかのように引きつけたが、前に出られると差し返すことはできず首さ破れた。陣営は、この敗戦で、瞬発力勝負では、分が悪いと判断し、大外十八番枠からの発想となった本番の、大歌唱では、直線で早めに抜けず、積極策で、ウォッカの追撃を抑えて優勝。前奏の雪辱を果たすとともに、兄弟クラシック制覇を成し遂げた。 優秀品は、オークスではウォッカが、東京優秀、日本ダービーに出走するタ不動の本命と目されて、いたが、官房により回避。山本トレーニングセンターへ放牧され8月10日に、帰球した。復帰後初戦は、ローズステークスに出走。優秀品馬花さ2着のベイダレアとの初対決が、注目を集めた。レースでは、スタート直後から徐々に先頭に立つと、 そのまま押し切り一着でゴール。10月3日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは109ポンドの評価を得た。なお、このレース以降、レース中は青い面子を装着している。その後第12回収箇所に出走。このレースは64年ぶりに金馬のダービー馬となったウォッカと春以来の再戦ということもあり非常に注目されていい。 距離の面で不安視されていたが、道中かかり気味に2番手を追走し先頭を行く、岸やスペンを3コーナーで捉えると、後続の追撃を払い、そのまま押し切り完勝。中央系馬品馬2巻を達成した。週刊賞後は、マイルチャンピオンシップへの出走も視野に入れていたが、第32回、エリザベス上杯に出走。レース前日まで一番人気だったウォッカが、 レース当日に出走を取り消したために、最終的には一番人気に支持された。レースではスタートから押し出されるような形で先頭に立つと、最後の直線では前年優勝の不イ地パンドラや、前々年優勝のスイープ投票を、そもそも一着となった。なお翌週のマイルチャンピオンシップで、兄の大和メジャーが安藤を背に解消。兄弟による2週連続の GI 制覇となった。 11月26日に都内で行われたオーナー主催のパーティーにおいて生産者で共同オーナーの吉田テルヤから来春のドバイデューティフリー遠征、さらには第52回有馬記念での兄弟対決が語ら、その動向に注目が集まった。11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングではエリザベス女王杯を制したことにより、 過去7年で最も高い115ポンドの評価を得た。有馬記念で安藤が兄、大和メジャーと当馬のどちらに騎乗するのか話題になったが、引き続き当たり馬に騎乗することになった。有馬記念ファン投票では74,134票を集め4位となった。ちなみに大和メジャーは3位であった。そして迎えた。 有馬記念では、初の GI キューボバとの対戦に加え初体験となる、長距離、関東遠征、さらに安城の安藤が、中山の芝重賞を未勝利であることを不安視する声も、あったが兄を上回る、単勝番人気に支持される。レースでは、道中二番目につけ直線で抜け出しを図るも、経済コースを通っていた祭りだご夫婦に打ちを、救われるとこれをかわすことはできず一場進一。 4差の2着に、破る。スターロツチ以来の3歳品馬でのアリマ記念制覇は、ならなかったが、最後の直線では追いすがる兄を突き放し、天皇賞春秋連覇を達成した名称サムソンや、ライバルのウォッカ、同世代ボバのロックドゥカンブラに先着し、改めて能力の高さを見せつけた。この年内 GI 参照に加えアリマ記念2着。 ダービーバーウォッカには GI で3回対戦してすべて先着したことが評価され、JRA 賞年度代表馬のザコソ海外戦を含む GI 3勝を挙げたアドマイアムーンに行ったものの、ウォッカを抑えて JRA 賞最優秀3歳品馬及び JRA 賞最優秀父内国産馬を受賞した。JRA 賞最優秀父内国産馬はこの年、 限りで廃止されており、本場が最後の受賞場となった。なお、頻馬の有馬記念連帯は1994年の騎士アマゾン以来13年ぶりであり、このレースで2003年のスティル・イン・ラブを抜いて、頻馬の JRA 年間獲得賞金が歴代、1となった。レース後には初のダート戦となるフェブラリーステークスをステップにドバイワールドカップ化。 ドバイデューティフリーへの参戦が予定された。1月31日にドバイワールドカップをび、ドバイデューティフリーの選出馬となり、ドバイへのステップとして、フェブラリーステークスに登録したが、調教中に、走路から跳ね上がったウッドチップ、木片が右目に入り、総傷性角膜炎と診断された。そのため、フェブラリーステークスを回避し、合わせてドバイ遠征も白紙となった。 コバとなっての初戦に、陣営は、三 k 大阪杯を選択。前年度の大阪杯優勝馬にして、G14 勝の名勝サムソン、前年度のサツキ勝馬、ビクトリー、キッカ勝馬浅草キングスらが出走するレルの高いメンバー構成となったが、単勝2.0倍の一番人気に支持され、これに勝利で応えた。自走は、ビクトリアマイルを目標に調整されていたが、 右前足間骨骨流を発症したため、春シーズンを全休した。そのため出走に至らなかったが、宝塚記念ファン投票では4位となる39,234票を獲得している。その後は秋まで休養し、ステップレースを使わず秋の天皇賞へ出走。当初は出走が微妙な状態だったが、少しでも不安があれば、エリザベス女王杯の選択肢もありますが、 昨年も勝ったレース。限定戦の楽な選択をするより、強い馬が集まるレースで強いことを証明したいという理由から出走を決断した。大阪杯以来の故障休養明けでの GI 出走に、加え東京コース未経験であることを不安視する声もあったが、ウォッカに次ぐ2番人気に指示された。コース,スターとから花を奪い、 直線に入ると追い込んでくるウオッカと壮絶な一着争いを繰り広げ、2センチメートル差の二着に敗れたレースの詳細については第138回天皇賞を参照のこと。年末には第53回有馬記念に出走し一番人気に押された。レースでは外枠13番からの発想の影響もなく、スタートよく鼻に立ち、 最初の900メートルを53.1秒という、よどみないペースで逃げ、最後の直線でも、束を寄せ付けることなく、干渉、人気に応えた。ン馬による、有馬記念聖覇は、1971年の、透明以来、37年ぶりの快挙であった。なお、ン馬の有馬記念聖覇は、史上4頭目だが一番人気での優勝は初である。レース後には、 再び海外遠征のプランが持ち上がった。調教師の松田国夫さんは海外での参照を目標とし、2008年は断念したドバイ遠征に再度挑戦したいと発言。生産者である八代大ファーム代表の吉田テルヤも日本国内サンバでのヨーロッパ GI 制覇を期待しているコメントをした。 2008年度の JRA 賞は、年度代表馬、最優秀4歳以上品馬部門ともウオッカが選ばれ、特別賞授与についても審議を行ったが、委員8人中、賛成は4人、反対3、欠席1のため委員総数の4分の3以上、6人以上の推薦が得られなかったため、この年は、どの賞も受賞することができなかった。この年も、 ドバイワールドカップを目標に、前年同様にステップレースとして、フェブラリーステークスに登録していたが、一周前、追い切りを終えた直後の2月12日に、脚部不安を発症したため出走を回避した。翌日には、浅く県園であることが判明。ドバイワールドカップも回避し、その後、大城慶三と吉田テルヤの間で競技が行われた結果、2月18日付で、 競争馬登録を抹消され、現役を引退した。なお、兄の大和メジャーと違い、引退式は行わなかった。抜群のスタートダッシュから、レースの主導権を握ると、中盤でペースを落として力を温存、そこから上がりサンハロン33秒台から34秒台、前半の息の長く早い末、足を使って押し切るという、スタイで構想を続けた。三歳は、 スローペースに落としてから束と同じ末足に持ち込んで押し切る。4歳児はハイペースに持ち込んで束のスタミナを削るという2種類のペースで走っていた。2008年の有馬記念では3コーナーで競りかけてきた人気馬たちがことごとく沈んでいき、競馬評論家の伊崎修五郎に超一流馬に波の一流馬が潰されたと評された。その一方で前向きすぎる面があり、 折り合いには何を抱えていた。大はスカーレットの全レースで鞍上を務めた安藤勝美曰く、走りたくてしょうがない馬であったという。そのような気象ゆえか、安藤が何もせずとも、一人で抜群のスタートを決めて一気に加速するため、必然的に先行せざるを得なかった。抜群の安定感を誇り、引退までの12戦において一度も連帯を外すことはなかった。 生涯出走前線で連帯した日本中央、競馬会所属の g i 級、レースカチウマとしては、新山の19連帯に次ぐものあり、品馬としては、歴代最高記録である。またダイワスカーレットは、容姿の美しさについて、元騎手で、競馬評論家の細江順子はその容姿を、人で例えるならば、デビューしたての頃の宮沢り恵と評した。引退後は、 生まれ故郷の八代大ファームで繁殖入りした。2010年3月6日、父カステナンゴとの後輩による発語を出産した。発語は、ン馬で、父カステナンゴにとっては日本での初年度産くなる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。